わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。さて、今回は熊本大学の学生支援体制を紹介していくぞ。さあ、一緒に扉を押し開こう。大学ではどんな学生支援体制をとっておるんじゃ？熊本大学では、主に専門職による支援と事務職員さんによる支援に大きく分かれます。専門職による支援としては、こちらの障害学生支援室と、学生相談室と私が兼務しております保健センターの3つの部署で、適宜連携しながら学生さんの支援を行っております。でそれぞれのポイントを少し説明しますと、こちら障害学生支援室は合理的配慮を主に学生さんのですね、就学場面における困りごと全般をこちらで対応しております。例えば聴覚が不自由な学生さんの情報保障といってノートテイクの通訳を入れたりとか、そういった就学場面における支援を主に行っているのが学生支援室です。でもう一つの保健センター、私普段そちらに勤めているんですけども、心身の体調不良ですね、心身の不調を呈した学生さんに診察をしてお薬を出したり、そういったことをドクターや看護師が行っております。ほうほう、学生によるサポート活動も行われておるそうじゃの。学生サポートスタッフというのは、学生さん、障害を抱えた学生さんに支援を提供するサポーターの学生さんたちを育成するサークルのことですね。学生サポートサークルと言います。で、主に手話グループ、要約筆記グループ、バリアフリーマップグループの3つに分かれます。で、それぞれにグループ長の学生さんおりますけども、主な活躍の場としては入学式、あるいは卒業式、あるいは各種講演会の時のノートテイクで活躍してもらっています。で、最近はIT 機器を活用しまして、九州ルーテル学院大学さんと、相互支援のですね、こうやってこう遠隔技術を用いて、相互支援の体制も始まっております。皆さん楽しくやってくれてますので、どうか少しでも興味のある方はぜひこちらの障害学生支援室が窓口になりますから、お尋ねください。ふむふむ、これからどんな学生支援のサポートを続けていくんじゃ。充実したキャンパスライフを送るためには、何か困ったことがあったらぜひこちらの障害学生支援室を訪れていただいて、ちょっとハードル、敷居が高いかもしれませんけども、ぜひ遠慮なく、訪れてもらうといいかなと思います。よくわからないなと思った時は、学生支援部にありますけども、学生相談室というところに言っていただければ、そこが、割り振りますので、遠慮なく、相談に来てください。もちろんプライバシーは厳守されておりますので、安心して利用してください。いろんな悩み事で、ですね、あるいは障害を抱えていろんな場面で苦労している学生さんたくさんおりますので、そういった学生さんに少しでも支援の手を広げて、一人でも中途で退学してしまうような学生さんが生じることのないようにお手伝いしていけたらと思っております。サポートサークルの募集をちょっと持ってきましたが、こういうのがありますので、ぜひ興味のある学生さんは相談してください。これからも学生たちの学生生活を支えていくんじゃの。